普段はあの甘やかしすぎるぐらい体甘やかしすぎるダメよそれは大丈夫はい、お疲れ様です。お疲れ様です。
です。あ、お疲れ様。あなた本丸なんだ。何が来たの？お疲れ様です。聞いてないじゃん。聞いてないじゃん。21日でしょ。国際国際だ。国際じゃん。国際じゃん。国際じゃない。お疲れ様です。お疲れ様です。あれでしんちゃん、量産地が爆上がりして、この具材っていうのは量産地がね、倍になっちゃった。あ、そう。お疲れ様です。カードない方はいらっしゃいますか？カードよろしい。お疲れ様です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 。よろしくお願いします。こちらこそ。誰かからさっきおにぎり来ないんだよ。でも今もう13歳だThank you.
強いこの握手が。ちょっと後で、まだこれでやんなきゃいけないの。Thank you.
じゃないから。ほら腹出てこないぞ。100万でしょ。いけないから。久しぶりでございます。今日は皆様お集まりいただきまして誠にありがとうございました。デモの注意書きでマスク必須とあったんですけれども、なんか厚労省がですね、屋外では別にしなくていいよみたいなことを発表しておりましたんで、今日はマイク、マスク外して、叫んでですね、前の方の頭に唾をいっぱいかけても構いません。皆様の行いがいいおかげで今日も晴れました。ありがとうございます。私の行いが悪いので若干炎天下、暑くて気分悪くなった方は腕章してる支部長さんに、遠慮なくおっしゃってください。今日は NHK スクランブルデモですけれども、これは実質解体デモとなります。なぜならスクランブルにすると売上が半分以下になるという試算が出ているからであります。どんな組織でも売上が半分以下になったらばダメージを受けない組織はありませんですけれども、まあ沿道には NHK 大好きっていう方もいらっしゃいますんで、解体とは言わずにスクランブルとさせていただきます。7割ぐらいのおっさんと3割ぐらいのお嬢さん、これが我々の中の決まりになってしまったようであります。国葬反対デモに比べれば若干ヤングな皆様お集まりいただきました。コールがあるんですけれども、皆様おーで答えてください。NHK をスクランブルにしろと言ったらですね、大抵はスクランブルにしろって言うんですけれども、面倒なので、あと聞き取れない場合があるんで、何でもかんでもおーって言ってください。2度ほど練習しますんでよろしく、お願いいたします。NHK はスクランブルにしろ。NHK 集金人は映像少ない。はい、ありがとうございます。あとこうやって手を挙げてくれるのは嬉しいですけれども、明日あたりひょっとすると明後日あたり腕上がんなくなります。なので腕上げなくてもいいですんで。大丈夫だよ。
あとですね、のぼり持っていただいた何人かの方、のぼりをですね、振らないでください。あの、この前ちょっと左翼っぽかったんで、振るとね、のぼり振らないでください。水分補給はあの豆にお願いいたします。気分が悪くなった方、腕章をつけたスタッフにお気軽に言ってください。そういうわけでマスクはしてもしなくても結構であります。じゃあ今日はあの事故なく事件なく、無事にデモ終わるように皆様よろしくお願いいたします。ではあの整列を始めたいと思うんですけれども、県民支部長、あの横断幕埋め込み他の支部長にも手伝ってもらってください。分担して、じゃあコーラーさん前に、コーラーさん前に4組いらっしゃると思うんですけど、コーラーさん、コーラーさん前に、組になってます、組になってます、もう一組はおにぎりだ、話し込んでる。桜田無修正さんいらっしゃいますか。桜田無修正さんいらっしゃいますか。
かずの方お願いします。ここ気をつけてください。気をつけてください。前の方までお付けください。ここ気をつけてください。こっちじゃねえのか、こっちですか。リアルカーの前までお付けください。気をつけてください。こちら出ました出ました。ここ危ないですから気をつけてください。気をつけてください。
こで待ってる。いいですよ、いいですよ。あの、止めちゃってもいいですよ。はい。3000人渡んだって。あの2回信号止めるとあの6000人にご迷惑かけますけども、何とぞ NHK が悪いんです。おっしゃる通りです。あの今日は、はい、行った後封鎖解けてまたブワーってなるとこまで撮りたい。了解です。待機してます。
6000人と。ね。すげえ。
信じまえとか言いたくなってくる。それダメでしょ。支部長にお渡しください、持って帰られても全然構いません。それでは皆様、家に着くまでがデモであります。お気をつけてお帰りください。今日はどうもありがとうございました。お疲れ様でした。渡してください。メガホン回収します。